皇帝剣、皇帝剣、皇帝剣、喜び歴五年六月十二日、千四十五年七月二十八日、数年四年九月三十日、千百五年十一月八日、は、中国北宋時代の書家、詩人、文学者である。公衆文年剣、現在の公正省を収む推薦の人。字は露直、号は、三国道人、王、風王などがある。 高三国と呼ばれることが多い。宋代の詩人においては、祖職陸遊と並び称され、諸家としては、祖職米仏、西条と共に、壮の四大家に数えられる。師書が三絶と称えられ、師の祖職と名声を等しくして、祖期と呼ばれた。子孫に、信代の詩人、後継人氏がいる。治平三年、前六6 6年に23歳で紳死に、 九大した。皇帝権は、王安石の信法派と意見を対立させたため、河南、北京、江生、三島などの地方に赴任させられている。元法八年、1085年に、信法派を支えた真相が没すると旧法派が、権力を奪取し、木は、首都弁慶にて工女、老、著作作老、奇居どねりなど中央官僚として活躍した。十四歳の頃、素職と知り合い、 将来、明穂の、長保氏、新官と共に、祖職文家となり、主に四学士と称された。弁慶ではこの他にも多くの文人たちと、交友した。しかし、継ぎ余願年、1九9 4年以降、新法派が再度実権を握ると、旧は左遷され、四川省の衆、不衆、県衆、重衆に、変託されてしまう。数年二年、1 1三3年残言を受けてよ、衆、 現在の厚生地湾族自治区へ、流刑となりその地で病没した。去年六十一、南宋の土州の時名誉が回復され、分節の死亡が送られた。地方への不任は、自然をめでて、死所がに短歴する時間が許され、必ずしも不幸であったとは言えない。また仏門に帰依し、同僧思想に傾倒するような、自由な精神活動が行えた。むしろ、 皇帝権の革新的な芸術を開花させるに、理想的な環境であったと言える。また親孝行でも有名であったらしく、24校の一人として知られている。皇帝権は草書を最も得意とした。若い時から草書が好きで、はじめ壮大の周越を師としたが、古史に学んでから20年ほどの間は、個人の洋筆の妙を悟れず、俗気にとらわれて、 それを脱出することができなかった時期である。皇帝権が最も苦しんだのが、この俗記を脱出することであった。その後が神経、海祖、幼業式などの影響を受け、また、チャンス商人口のショさ山の岸辺にある、陸朝時代の碑文、英革命の書体から啓発を受けて、丸みのある文字が連民とつながる、独自の総書体を確立した。明らかに、海祖の影響を受けていながら、 筆跡の曲折は手厚く階層のリズムと完全に異なっている。行書は洗練されてなお力強くて独特の創造的処方を持つ。これらの処方は後世に対して大きい影響を与えた。そのため北宋の書道界の結出した存在となり、素職と並び評価が高い。皇帝圏と素職、米仏、西条をして宋の四大化と称される。 作品には、福派新士士官、甲州官職士官罰、小風格士官、李白奥旧友士官などが知られる。福派新士士官、福は新士士官は、県中靖国元年、1101年5月、慶州で、劉吾釈の、京福派新士士、福は新士を減るのし一種を会所に近い行書で書いた、もので、晩年の傑作として著名である。毎行3から5時。 四十六行にわたる対策で、超高良や文長名らの多くの罰がある。資本三三十点六八百二十点六センチメートル、衛星文庫像。公衆官職士官罰、公衆官直士官罰は、元府三年、千百年の書で、祖職の公衆官職士官に彼が大罰したものである。祖職の書も彼の改新の策であるが、この大罰も、 皇帝権の作品の中で特に優れたものである。行僧体で休業、楽観はない。内容は、嘘職の書を表して、顔露行、幼業式、利権中の失意を兼ねており、嘘職に再び書かせてもこれほどの出来栄えにはならないで、あろう、と称えている。が、それにもまして、公定権の罰は尊敬する嘘職の書を前にして、堂々たる気構えを持って書している。そこには、 眼神経と、幼行式の処方を学んだ跡が見られ、しかも、禅僧のような気迫に満ちている。小風格士官、小風格士官は、数年元年、千百二年のルタク中の書で、晩年の作として特に重視されている。自営の詩を行書で29行に書いている。この詩官には、眼神経の他に、流行権の必要も兼ね合わせた筆致が伺え、一段と、 延熟した境地に達している。資本、台北、国立呼吸博物院像。李白億久遊士官、李白億久遊士官、李大白億久遊士官ともは、継ぎ余元年、1九9 4年以後の書で、李白の、屋久遊宿力将軍元三軍士、旧、優重い将軍元三軍によするの詩一種を総書で書いたものである。 資本3 7セン3 9 2トル、藤井再生会有林肝臓。皇帝権は私文にも優れ、徒歩の死と関与の文に造形が深い。肝骨脱退の語で知られる史論を確立し、後世後世詩派の解祖とされた。著書、最夜詩集の中に、書道芸術に対してもいくつかの重要な見解を発表している。 優れた伝統の継承と個性の創造を強調して、その作品で実証してみせている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。